何を扱うか、これがね、なかなか奥が深くてですね、同じように見える商品でも儲かる商品、そして儲からない商品があります。儲かる商品というのは、値下がりしない商品、値上がりする商品。そして、儲からない商品っていうのは、値下がりしていってしまう商品。こういうことが言えます。私が注目するのは3つのポイントです。まず、eBay での出品と制約のバランス。それとランキング。それとオークファンでですね、ヤフオクやヤフーショッピング、楽天、そして Amazon の出品と制約のバランス。これら3つをチェックすれば、値上がりしそうな商品か、あるいは値下がりしそうな商品かがわかります。この見分け方をね、実際の商品なんかを例に、親切に教えるのが、転売を特別サポートです。でもこれは、転売の初心者におすすめのサポートです。全くね、初めて、今まで転売も輸出も背取りも何もやったことありませんという方でもね、3ヶ月で、月10万円稼げるようになっていただくというようなサポートをしています。でね、これ以前、ゴールドサポートという名前の時にですね、他の、塾を経験されている会員さんが見て、もうすごいサポートの密度が濃いですねというのをね、おっしゃっていただきました。そんなわけで、どんなサポートをしているか、ちょっとご紹介したり、してるんですけど、この、事例ですね、もうとにかく3ヶ月で売上5000ドル突破してると。これはもうアフィリエイトとかね、他の背取りとかだとありえない数字です。確かに Amazon 輸出といえどもですね、昔はもっと稼ぎやすかったというのは事実です。ただ冷静に考えて、あるいはね、今、他のビジネスなんかをチェックしても、やはり Amazon 輸出より稼ぎやすいビジネスはないです。